エテボースどんな技を覚えるんだろうと思って Google で検索してみたら、エテボースのサジェスト欄に気持ち悪いとか出てきて泣いちゃった。てかどこが気持ち悪いんだろうと思って、このエテボース気持ち悪いってやつ踏んでみたんだけど、特に気持ち悪い理由も明記されてなくてなんかかわいそうになった。今日は新解禁された猿エテボースを使って対戦してみます。選出はエテボースが気合のたすき持ってて、多分対面でマルスケ海流とあとパオジャンにも勝てそうだから初手エテボーで、エテボースがノーマルタイプでゴーストタイプに弱いんで、そこに強い突撃食器ヒスイウィンディ、この2匹だとウーラオスがきついんで、そこに対して強そうな海流の3匹選出いけしゃす。コメント、トモッコたちを300で当てはめるなら犬猿記事だし3対称でいきやすい。これ犬猿騎乗3対称って呼ぶのってワンピースの世界だけじゃないの？現実世界でも使われるんですかね？でこれは、とりあえずノーマルテラスサル猫騙しするか。エテボースはね、特性がテクニシャンでその弱い技の威力を上げるっていう特性なんですけど、猫騙しとダブルアタックにその補正が乗るんで、猫騙しプラス気合のたすきプラスダブルアタックプラステクニシャンプラスノーマルテラスサルで無理やり対面性能を確保しようみたいな方で使ってるんですが、種族値に関しましては何の通り柄もない、ただ素早さが少し高いだけの猿で、攻撃種族値も100しかないしね、なんなら素早さも、高いってか、今の環境で115ってなんなら遅い方だしね、オーガポンより速いのだけは評価できるかもしれない。てか相手海流に後出ししてきたんだけど、これ何読み？ガチグマとエテボースって多分普通にやったらガチグマの方がてか全然効かねえ。マルスケ食べ残し。いや、これはね、挙式紫かますか。エテボース、なんかどういう方で使おうかなと思った時に、なんか技見たらパンチ系大体覚えたんで、その猫プラス、あれ猫で海竜の丸スケ剥がして、ひるませて冷凍パンチで、4倍で海竜倒せるからよくねと思って冷凍パンチ採用してたんだけど。あれ弱っ。ちょっと待って。ちょっと話違うっす、これ。4倍って、何ですかこれね、エテボースで突っ張れないですね。デンジャーでまひってたら素早さ半減になっちゃうから、羽休めで粘られるから。ね、羽休め、デンジャー、アンコールかな。だから、ウェポンがわかんないけど、自信があるかどうかだが、一回ヒスイウィンディ投げて、自信あったら終わりっすね。で、耐久型会議なんで、こっちのヒスイウィンディの方が多分早いと思うから、モロハの頭突きは打てるが、海流がテラスタルして体勢変更してくるか、もしくは、モロハ読みで、引いてくるか分かりませんが、海流テラスタルして、何テラスタル？大体耐久型の海流は、フェアリーか、なんかたまに水とか剥がれも見るけど、フェアリーだった。いや、これ、モロハの頭突き結構入ると思うぞ。モロハの頭突き。エテボースはね、なんか他の面白そうな方としては、猫だましプラス、なんかとっておきとかも結構強そうだなと思ったけど、さすがにノーマルワンウェポンだとね、羽ばたく神とかサーフ号に何もできないから、羽休みで粘られるが、これなんならなんか、エテボースの冷凍パンチと同じぐらいのダメージ入ってないか、当倍とはいえ、これデンジャーかわしてくんないから、素早さはこっちの方が早い。ただ、モロハの頭突きちょっと外れる可能性あるんで当てる。であと、今回ヒスイウィンディ特性石頭で使ってるんで、モロハの頭突きの反動ダメージはないが、これ普通にデンジャーきつい。モロハの頭突き、羽休め連打されて、モロハの頭突き外した瞬間きつい。なんならモロハの頭突き読みでガチグマ、地面タイプのガチグマとかに引いてきてもおかしくない。フレドラ打つかフレドラ。なんかやけどしたらね、食べ残しの回復量、オーケーもう消えたりしてラッキーだし、なんかモロハ読みでガチグマとかに引かれてもめんどくさいんでね、フレアドライブ打ってますよと。ただガチグマもね、バカが何やってんだお前フレドラ打ってたじゃん。ガチグマに交代してくる可能性があるっつってさ、これは地面技読みで、海流に下げますか。さすがにちょっとウィンディまだ取ってかないと、相手の海流きつい説ある。で、おい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 いや、ちょっと急所痛えし、しかも。いや、しかもなんかむっちゃ食らったんだけど、こんな入る。いや、急所だったらこんな入るか。これ自信打つは、ブラッドブノーマル技でしょ。ヒスイウィンディ岩タイプなんで半減だったんですけどね。いや、これ本当はね、激鱗ぶっ、オッケーオッケーオッケー。激鱗ぶっ放したいけど、なんか激鱗読みでフェアリーテラスから海流出されてもだるい。で、あと海流やっぱ羽休めとか、竜舞とかいっぱいあるし、ブラッドブーン連打できないから、ガチグマ側がやることはわかんなかったんで、月の光とかされるのが一番きつかったけど、ここ自信で相手の海流取れるんだったら、いや、まだまだある。で、相手、あ、ウフラオス。これどっちだ？一撃だったらもう終わってる気がする。いや、連撃か。あるか、これまだ。いや、てかなんか。後ろにいる動物とも全部麻痺ってんだけど、猿と犬。いや、猿と犬麻痺ってる。いや、猿と犬麻痺ってるし、こいつら水牛連打受けれなさそう。いや、でも海竜に対して水流連打打たないよな。だからウィラオスわざわざ出してきてるってことは、多分海竜を倒せる技があるってことなんで、まあ、冷凍パンチかアイススピナーはある。まあ、スルメでデボース投げて、一発無理やり耐えてもろて、ノーマルテラストルテクニシャン猫魂を相手のウィラオスにぶつけずつ削って、まあ、海竜の神速と、まあ、翡翠ウィンディの神速で制圧しきれるかどうか。いや、ガチグマがちょっと、水牛連打。あ、水牛連打当然気合のタスキを持ってるが、ペラペラ耐久なんで、それが当たり前のごとく、飛ばされていく。で、デボース落ちて。水牛連打。あー、いけるか、これ。とりあえず、翡翠ウィンディから入れないんで。いやー、これ激輪打つか、神速打つかだけど、いや、タスキ、パオジャンのが持ってそうだから、激輪でもいいけど、多分激輪で、ウーラオスの、イカレ耐久取れないんですよね。いやでも鉢巻き神速も確に取れない。おお、冷凍パンチあるかい、冷凍パンチあるかい、さすがに死んだ。いや水流連打4倍なんですよ僕。いやてか冷凍パンチでさ、海流テラスタルもしてなくて氷技4倍なのにさ、冷凍パンチで取れなかった猿。いや、猿のせいじゃない。いや、あれなんか倒せる前提で打ってたしね、なんなら。てか、なんかガチグマに引いてきたんだけど。どういうことこれ。で、良くなかったですか第一。ああ。あれか。なんか、ガチグマで気持ちよく決めたかったみたいな感じね。大丈夫でした。はい、引き続き対戦していきます。ちなみに、ノーマルテラスタル猫魂プラスダブルアタックで、パオジャンぐらいまでの耐久のやつだったら余裕でワンパンできますね。パオジャンって結構耐久高いからね。まあまあパワー出てるよということで、まあ、初手エテボースで、エルレイドじゃない、あいつ名前なんだっけ。鉄の武人ぐらいも、猫魂プラスダブルアタックでいけそう、プラス冷凍パンチあるんでグライオンいける。いけるか本当に。海竜いけなかったのに、海竜より物理耐久が高いグライオンいけるか。いや、いける。デボスでいっか。で、後ろに何置くか。だけど、ルカリオ意外といけそうだな。カビゴンいる。かわいいね。カビゴンね。ルカリオノーマルテラスすれば、なんか対面グライオンもいけそうなんで、ルカリオ出しといて、なんかルカリオ出すならステルスロック巻きたいから、砂の毛皮の3匹でいっかな。よしよしよし。コメント。集める、使う、その繰り返し。集める、使う。みんなは知らないテラピー集めの大変さ。吐砂物を処理した雑巾を丸飲みしてるような。そっか、噛んじゃった。グライオン VS エテボースは、エテボースがすり替えとか覚えるんで、なんかそれとかをケアるんだったら、まあ、守るから入られるかなと思ったけど、なんか強気に、エテボース、猿舐めてくるんだったら身代わりとかから置かれるかなと思ったが、これ、ポイズンヒールじゃないから、怪力バサミの多分タスキかなんか持ってるステルスロックグライオンですね。でもグライオンはいけたな。あれか、さっきの怪獣が物理耐久めっちゃ振ってんのか。まあ、猫レンチで倒して、で、ミロカロス。てか、グライオンミロカロスって。ミロカロスはね、ちょっと型わかんないけど、まあ、よくあるやつは火炎玉を持たせて自分自身で状態異常になって、だからミロカロスの特性、不思議な鱗だっけが、なんか、やけど状態だったか、状態異常だったか忘れたけど、なんか、とりあえずやけどしてると、防御力が 1.5 倍になるみたいな。まあ、そういう特性なんですが、まあ、型がわかんない。今、一回砂の毛が出して、これね、砂の毛がめっちゃ耐久振ってるんで、型 !2 発耐えるとは思ってなかった。まあ、余裕で熱湯ぐらい、てか、水技ぐらいだったら耐えるかなと思って出したが、まあ、ステルスロック巻く必要なさそうだな。引っ込めてくる。グライオンいないから電気技無効にできるやついないけど。ああ、カビゴンか。まあ、カビゴンもね、特殊耐久むちゃくちゃ高いからね。あ、かわいい。かわいいね、カビゴンちゃん。よっちよっち。いや、カビゴンね、かなり好きなポケモンなんでね。硬なんだ。何こいつ。とりあえず、やる暇だからステルスロック巻いとくが、砂の毛がもういらね。こいつにはなんか、交代したタイミングで変な技打たれるとめんどくさいから。まあ、適当にステロ巻いて砂の毛皮には退場してもろうて死に出しからルカリを投げて、のしかかりこれで、あ、耐えた。まあ、耐えたけど、一発10万入れたところでなんか蚊に刺されたかのようなダメージしか相手のカビゴンに入れることができてないため、まあ、そんな差はないでしょうと。突撃ショックっすね、これさすがに。特防高すぎ。で、砂の毛が落ちる。ルカリ。ルカリオから入ろうとしたけど、ちょっと隠しとくか。相手テラスタル使ってないんでね、なんかルカリオ対面カピゴンが変なテラスタルでインファ耐えられるとめんどくさいんで、まあ、その点エテボースから入っていけば、この HP のカピゴンはね、絶対ノマテラ猫だましプラスダブルアタックできるはず。これ猫だましに合わせてミロカロスとかに効かれるかなとも考えたが、まあ、ステルスロック巻いてるんでミロカロスにもステロダメージを入れたくないと。ステロダメプラスヤケドダメまで入るんでね。で、これ猿進化させて、それテラピーサ集めは、まあ、調べたら出るけど、まあ、北上の里で出てくるポケモン図鑑、まあ、200体ぐらいかな。全部埋めると、ジュニア博士からテラピースいっぱい手に入れることができるようになる変なアイテムもらえるんで、まあ、参考にしてもらえればなと。知らなかった人たちね。みんなは知らないテラピー集めの、はい。とりあえずカピゴン倒したが、ミロカロス。猿とルカリオでこれミロカロスいけるかな。ミロカロスなんかツヤって美しくなったね。可愛くなったね、ミロカロスちゃん。久しぶりに見たら。どんくらい入る？防御力多分 1.5 倍になってる。まあ、こんなもんか。まあ、半分、いや、なんなら思ったより入ったわ。半分入ってなさそうですけど、まあ、なんならなんか3分の1ぐらいしか削れないかなと思ってたし、これ、やけどダメ込みで自己再生間に合ってなくないか。ただ、ダブルアタックは命中90しかないから、たまに外れるから。外したバカがだからさ、これ、やけどしたら本当お話にならない。いや、急所はまあ、いっか。いや、やけどしてない、オッケー。まあ、急所はまあ、いっか。まあ、自己再生の PP ね、8しかないからね、ダブルアタック当て続けることができれば、まあどっかで回復追いつかなくなるんで、あとミロカラスの技構成がわかんない。ネット自己再生。これルカリオでいけるかな。まあ、剣の前あるんで、なんか一見いけそうなんだけど、まあ、なんかそもそもネットでやけどしたらやばいプラス、ミロカラス黒い霧とか覚えるんでね、タイミング次第では、ルカリオでミロカラスいけない可能性もある。が、まあ特にこっち側やることないからね。インファイトね、これ倒せるかちょっとマジギリギリのラインだから、自己再生読みで一回剣の前して、これ最初からインファ打つのと、剣内からインファ打つのってどっちの方がダメージ効率いいんすか？わかんない。バカだからわかんないけどよ。まあ、とりあえず一回剣内しとけば、熱湯でやけどする以外いいんじゃねえか。で、これで、回復するけどやけどの分も入るでしょ。さすがにこれネット一発もらってやけどしたとしても、なんかインファでそのまま押し切れそうだし、なんか黒い霧とかやってる暇なさそうだから、いけそうですけどね。おるっ！倒せるんだこれ。ギリギリ耐えられるかなと思ったけど。まあ、倒せるんだったら OK ということで。今日は DLC で新たに追加された猿エテボースを使って対戦してみましたが、こいつ多分弱いです。多分ってか確定で弱いです。終わり。ってことでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。